はい、半負けの本家の半前王先生です。続きですね。ということでね、私がねチョコレート1個以降ね、外国人団体各とかですね、脅してくるわけです。この1個のチョコレートをよこせってね、よこさなかったら核爆弾を落とすぞと日本の国もやってきますね、団体がね。で、あげないと核爆弾を落としていくんですよ。で、実際ね、福島原発も私の攻撃でやってきたんですけど、東海村もそうなんですけどね、マレーシア航空の撃墜も私の攻撃、そういうことをしてきてね、チョコレート1個ですよ、よこせって言うんですよね。で、で、嫌だよって言ってる、落としてきたんですね、核爆弾ね。で、そういうようなこと、人間価値ないから、人間たちだったらね、一人一人にかかっても周りに被害あるけど、私の場合は周り全部無視だからね、お前は困るだけだろうということになるから、全然誰もね、関与しないんですよ。で、初めはね、例えば、お前がお気に入りのペットを殺してやるって言って、でチョコレート1個よこせなかったらね、殺してやるって言ってきたんですよ、人間団体がね。で、ちょっとやっこ作ってるね、冷やっこじゃなくて、電子レンジでね。で、そのペットの種類全部殺したんです、あの住民たちが、ね、日本人ですよ、日本人がね、いろんなペットいるでしょ、ね、それでお前のお気に入り だから全部殺してやるって言って、みんな一斉に団体でね、その新種の、日本人がですよ、餌やんなかったりしたりとかしてね、全部殺しちゃったの。まあそんなことしたりとかね、初めはね、そんなことで脅してたんでね、それとかあと人を殺すぞと、お気に入り殺すぞと、人を殺すぞって言ったんだけど、私は無視したからね、そんなもん人間だろ、人間だから殺したって知らんと、チョコレート1個でね、ね、しつこいからチョコレート1個よこさなけりゃ、ね、で現在はチョコレート1個よこさなけりゃっていうのは多くなったんですよ、核爆弾になったの。それご存知ですか、現在私だけですよ。私に脅して何かやらすときは必ず それで最大じゃないけども最小で、その程度です、最小です、ね、脅してくるときはその脅しに私力があるから ね核爆弾しかない、チョコレート1個よこせということだけで核爆弾ですよ。人間たち何をやってんですか一体ね。チョコレート1個で核爆弾脅すんですかあんたたちは。人間たち全部そうですね。ということでね、ちょっと実際の現実の話をお教えしますけどね、人間無能だからぜね、人間たちの場合は核爆弾を落とすと脅したって無視すら平気でしょ、みんな死ぬんだからってね、同じ品種でしょ ね、だから全員で動くけれども、私の場合はお前が死ぬたら困るんだからお前がやれっていうことで何もやんないのね、無視ですからね。この辺はだいぶ大差あるわけで、まあそれはしょうがないですけどね、本物の貴族の力でね対処しないといけないし、そういうもんですから ね、そういうことはご存知ですか ね。だから何が事件あってもこっちがやんないと全部やんないですからね、人間はね。ということでね、ちょっと大事な話だったんで、ちょっと実際のことをちょっとお教えします。